ヤマニンゼファーついに登場？に対するみんなの反応。ヤマニンゼファー出てるやん、ストーリー。ゼファーちゃんは、名前的にもっとヤンキーっぽい性格だと思ってたのに。名前だけなら単車とか乗り回してそうなイメージだったわ。俺も単車のイメージが強すぎて。ギュルルンギュルルン。ゼファーってそよ風って意味だからな。あ、とうとう登場したんですか。ブライトちゃんのこともあるから、実装の可能性も出てきたかな。かわいい。モブかな？カッパ。てか顔型の馬娘とちょっと違うな。かわいすぎてやばいわよ。これはかわいい。やっぱり目が特徴的だな。勝負服楽しみ。かわいすぎて芝木春。ゼファー魂。言うないと思い出した俺はおっさんだった。大丈夫だ、騎士道大原則を思い出すトレーナーは他にもいるぞ。大丈夫、湘南純愛組を思い出す俺もおっさんだから。大丈夫、俺もぶっ込みの卓を思い出したおっさんだから。公式サイトも更新されてたね。憧れの馬娘は日本ピロウイナーのことかな？明らかにそうやね。帝王と同じように父に当たる馬娘が憧れの存在になってる。それは革命だった。マイル戦のために進化を遂げたその足が、名馬の条件を塗り替えた。何者も寄せ付けない、マイルの皇帝。その馬の名は、あの CM クッソかっこいいんだけど、これはもしかして実装に期待してもいいのんか？てかミスター CB の同期でサツキでも戦ってるし、CB 実装は日本ピロウイナー待ちの可能性も出てきたのでは？そこも来るなら2部は昭和編かもしれんね。勝負服はさすがにまだか秋か冬ぐらいかな実装。早ければ安田記念に合わせて実装の可能性は十分にあると思う。さすがにバンブーメモリーが先やろ。まあ絶対そうかはわからないけど。バンブーメモリーはむしろシングレ待ちの可能性あるからな。そよ風、というにはかわいすぎた。ちょっと顔がでかい？それは俺も思った。髪にボリュームがあるからそう見えるのかな？誰の頭がでかいって？落ち着け姉貴。だろうね。多分林で減少。よく言われてるけど、馬娘は身長イコール顔の大きさ。CB も姉貴も顔の大きさはほとんど変わらないけど、顔の輪郭が隠れる髪型か、輪郭と重ならない髪型かで違うように見えるだけ。だから姉貴の顔はでかくない。逆にファルコも別に小顔じゃない。うちハネシャギーは小顔効果高い。お前のような可愛いモブがいるか。風が語りかけます。目元が実におせいそ。言ってる髪のもふっとしてるところ可愛い。ところでネット競馬がヤマニンゼファーのツイートしてたけど、偶然ってあるもんなんですね。馬娘を最近初めて見たネット競馬さんだからな。そういう偶然は重なるさ。偶然だぞ。偶然だぞ。プレイアブル化の際にはゼファー魂の弾幕もどっかで活かしてほしい。固有の演出で登場したりして。なかなかの可愛さだな。制服の時点で相当可愛い。日本ピロウイナー推しの愛。実装されたら全力で引く構え。すごい美少女やん。ゼファーは他の既存馬娘とも絡み多いから楽しみ。父日本ピロウイナーも匂わせてるし、欲を言えば石庭竜王やグランアレグリアも。髪の毛とかのボリュームも合わせてブライト感、ふわふわしてそう。そよ風さんが登場して嬉しい。スタイルがそよ風なんてレベルじゃないんですが。そよ風と呼ぶには強烈すぎるな。こんなに美しい見た目なのに最後のつばぜり合いでど根性振り絞るタイプ。飛び級ジェイスの初兵装が爆心ゼファーとか地獄すぎる。あとなぜかパーマー出てきたな。85、52、77。腰ほっそ。ボンキュスタイルやんか。そよ風というには強烈すぎた。勝った天皇賞秋は混戦でライスシャワーが一番人気だったんだよな。オッズも2点3点して一番人気がツインターボだった時もあったし、最終的に3番人気になったけど、
これの悲惨なところは勝春は師匠の管理馬石帝王に乗って G1 を勝つために山人ゼファーの視線を降り、その後天皇賞秋でその山人ゼファーに鼻差で負けるんだから残酷な話だった。ゼファーの調教師もあまりにも気の毒で勝春にこれが競馬だからと慰めてるし、病気で騎手も長期療養で引退することも考えた勝春をずっとサポートし続けたのが勝春師匠だったから、ゼファーの調教師も降りることを快諾してたし。だから勝春も G1 勝利がなかった師匠に何が何でも G1 勝利をプレゼントして恩返しする、と張り切ってたんよね。ただそのあまりにも勝ちたいという気持ちが結果的には林掛け、曰く石帝竜王は一瞬しか足を使えないのを知っていたけど気持ちが流行ったに繋がって、山人ゼファーのど根性で差し返されて負けてしまって、その日は悔しさのあまり涙が止まらなかったそうだし、そして勝春師匠もその数年後には病気で急逝し、恩返しする機会が永遠に失ってしまったのもあって今でもこのレースを思い出すとやるせない気持ちになるんだとか。このエピを知ってたから本当に高松の宮記念の勝利インタビューで、師匠に恩返しができて幸せですって号泣した丸太はそりゃ本当に泣くよなーってなる。事情が少し違うとはいえ師匠の定年が数年後で刻一刻とタイムリミットが迫ってる中で、G1 の勲章をプレゼントという恩返しができたわけだからね。あかんかわいすぎるドストライクや、キャラは思った以上にお嬢様感あるね。このそよ風が育成後には、嵐、竜巻、ハリケーンになってみんなの心を揺さぶるんだよね。そよ風ねえ。あの凄さのどこがそよ風なんですか？日本ピロウイナーに憧れてる設定はいかった。それはそよ風と呼ぶには強烈すぎた。この見た目でレーススタイルが根性&根性なのいいな。これマジ？そよ風というには可愛すぎるだろ。ロードカナロアとアーモンドアイ、日本ピロウイナーと山人ゼファー、最強短距離馬と最強馬の親子関係だからある意味似てるな。名前だけだったしまだまだ来ないと思ってたわ。まーちゃんやロレチンも近いのかもしれん。西野は桜花賞勝ってるから史実勝ち G1 に合わせるならこのタイミングにはなる。ただローレルとまーちゃんは読めないな。ローレルはコミカライズに合わせてくるパターン、まーちゃんはウォッカがアニメ3期か、映画なり何かしらのメディア媒体の主役に決まっていれば、先行実装も兼ねてシングレ組や北里みたくいきなりサポカで来るパターンも考えられる。ローレルは春天に合わせてサポカが来るパターンも考えられるな。ゼファーで単車が出てくるのはしゃあないんやけど、もともとの由来は馬主さんがつけてた香水のゼファーから取ったんや。だからヤンキー馬娘にはならんかったんやな。そもそも馬のゼファーは気性めっちゃ穏やかだったからヤンキーにはならんよ。安田を連覇した3頭のうちの1頭だ。面構えが違う。ウォッカとあと1頭って誰だ？スウィースー、1952から53年、牝馬。なおボバでは山人ゼファーが史上唯一の安田連覇を達成。山人ゼファー。もうね、名前が好きなんだ。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。